ん、こんにちは。レミリアよ。マリサだぜ。アヤです。フランだよ。早速だけど前回の続きから。4つの扉の嘘をヒントに、正解の扉を見つけないといけないんですが、前回は A の扉に入ってキルされましたね。D はアウトです。アウトだと言われてる D はどうなんだ？言ってみよう。D はエラーです。A はセーフです。A はセーフじゃなかったから、明らかにこれは嘘だね。じゃあ、B か C ってことになるけど。このドアはセーフです。どっちなのかしら？待てよ。正解を言っているのは、一つだけだよな。確かそのはずですが。それじゃ、D の嘘に対して、アウトだと言っている B が正解なんじゃないか？そっか、それは嘘じゃないもんね。この扉に入りますか？じゃあ、この扉を選ぶわね。鍵を手に入れた。マリサ、すごいじゃない？正解よ。よし、これで先に進めるぞ。早速左下のところから先に進もうよ。鍵を使った。あ、反対側に出てきたのね。本当だ。これでセーブもできますね。そうね、これで一安心よ。セーブも無事に終わったし、早く脱出したいな。これまた広い空間だね。空間というか、これって廊下なのかしら？どっちにしても探索しがいがありますね。お、早速何か見つけたぞ。鍵の入った箱を手に入れた。安藤のブログ。今広い部屋抜けたとこだぜ。パスワード大変だったー。って、まあ俺が考えた部屋だから、パスワード覚えてるけど。と書いてあるが、このパソコンは館内専用らしいので、ネットにアップされてない。相変わらずブログ好きなのね、こんな時にもやってるなんて。安藤は、無事に逃げたのかな？ここまでは無事にたどり着いてるみたいですし、無事なんじゃないでしょうか？そうだな、それにあいつ、博士だし、研究室のことよく知ってるだろうしな。なんかありそうな部屋ねー。下の通路みたいなところは、どうやって行くんだろう？この机も、怪しさ満点ですね。あら、階段があったわ。他には、何もなさそうな感じだな。ひとまず下に降りてみましょう。お、武器庫か？剣や盾が飾ってある。そうねー、武器庫みたいだけど、なんか変な像もあるわよ。いかつい。あれ？それだけ？かっこいいプラスチック製で、全く戦力にならなそうだ。だが、剣を手に入れた。え？剣を取ったってことはさ、赤顔と戦うのかな？え？いやいやまさか、それはないでしょ。あれ、レミリア、もしかして怖いのか？まさか。私に怖いものなんて。あら、この前内緒で人里に来てプリン爆食いしてたの、昨夜さんにお話ししてもいいんでしょうか？ごめんなさい、それだけはやめてちょうだい。お前いつもプリンばかりだな。たまには昨夜が作ったプリン以外も食べたくなるお年頃なのよ。反抗期ってやつでしょうか？あれ、装備ってできないの？装備？この剣、装備するもんだと思ってたんだけどな。戦力にならんみたいだから、装備はできないんじゃないか？そうなのか？もしかしたら、アイテムとして使うのかもしれないわね。なんだ、ちょっと残念。メガー。バルスか？これはまた、随分とチカチカしますねー。私たちの会話の字幕も見えにくいかもしれないな。見るからに怪しそうな部屋だけど、何かあるかな？そうねー、セーブポイントはあるけれど。ここにも、剣と盾が飾ってありますね。像なんかも置いてあるし、なんか動いたりするのかな？特に何も起こらないわね。この部屋は後回しにして、他の場所に行きましょうか。お、研究室かな？中に入れそうだが、汚いからやめておこう。汚いだけなの？箱の中には何も入っていないみたいだな。怪しいところだらけだけど、特に何もないわねー。明らかにロックされてそうな扉と、赤いボタンのようなものがありますね。カードキーが必要です。そうね、そりゃロックされてるわよね。このボタンは照明みたいね。消せるってことは、消した時に何かが起こるってことなのか？まあ、めたく言えばそうでしょうね。ほら、よくあるじゃん、照明消したら文字が浮かんでくるやつとかさ。箱の中に入りますか？いやもうこれ入るしかないでしょ。どうやら隠れてることを疑わずに去ったみたいですね。不思議な生き物だねー、赤顔って。あ、これもう照明つけてもいいのかしら？
あ、でもフランさんが言ったように何か浮かび上がってるかもしれませんね。パスワードが必要です。パスワードは、まだわからんな。そうね、ここはちょっと飛ばして、他を見てみましょうか。さっきのバルスの部屋に行きましょう。何か発見があるかも。あ、ほらほら。なんか光ってるよ、姉様。本当だわ。でも、すごく高い場所ねー。剣を使ってあの盾を落としますか？あ、ここであの剣を使うんだね。盾の裏に何かついてる。カードキーを手に入れた。あ、カードキーですよ。おそらくさっきの場所で使うものでしょう。そうだな、早速行ってみようぜ。その前に、もう赤顔はいないわよね。そうみたいですね、今は大丈夫かと。でも、暗いからどこかで潜んでいそうで怖いね。まあ出てきたらフランを投げつけて逃げるから大丈夫よ。ダイレクトフランアタック。フランさんはやる気満々のようですね。赤顔も私と同じ赤が好きみたいだし、そこ？カードキーを使った。おお、順調に進んでるじゃないか。あ、ちょっと待ってちょうだい。さすがにもう照明はつけてもいいわよね。あ、そういえばすっかり忘れていました。ふう、これで安心ね。この先には何があるんでしょうか。そろそろ何かアイテムがあってもいいよな。それにパスワードもまだわかってないし。そういえばパスワードってのもあったねー。なるほど、ここから行くのね。USB を手に入れた。パソコンに繋ぐのでしょうか。あ、そういえばこのエリアにパソコンがあったね。あ、安藤がブログ書いてたところね。じゃあそこまで倍速な。お願いマリサ。にしても、脱出ゲームって案外面白いな。マリサはやったことないの？あ、私は RPG が好きなんだぜ。本職魔法使いだもんね。だがゲームの中ではシーフを選択。到着かよ。はい、パソコンのところに到着です。パソコンに USB を差し込みますか？ 2524 という文字が表示された。これは、どうやらパスワードのようね。やった、これで解除できるね。じゃあ、さっさと戻るわよ。今回は倍速が多いですね。尺が長くなるからな。なるほど。戻ってきたよ。よし、これで先に進めるぞ。赤顔。いや待って、赤顔が律儀に待ってくれてるんですが。変身が終わるまで待ってる戦隊の悪役怪人みたいですね。ああ、ああいう姿ってさ、憎めないんだよな。変身してる最中にボコったらいいのにさ。人間も希望も怪しいない。そうですよマリサさん、そんな姿見せたら子供たちドン引きですよ。あはは、そりゃそうだな。しかしこのタイピング、慣れないと難しいわね。あ、もう、追いつかれそう。ダメだったー。じゃあ、ここから怒涛のフルボッコシーン、行ってみよう。なんでこれ見せるんですか。いや、何回ボコられたかなーって思ってさ。ま、本当はもっとやられてるんだけどな。なんとも気持ちのいいフルボッコシーンだね。いやこれさ、言い訳させてよ。どうしたんですか？ほう人間が細いから、逆に扉に引っかかるのよ。このまままっすぐ行けば大丈夫かと思ったら、一マスずれてたりしてさ。はいはい、わかったよカリチュマ。あんた絶対信じてないでしょ。いやー、見事なフルボッコ。もっと褒めなさい、いたわりなさい、私を。何回もやられてご苦労さん。感情こもってないわね。ここを乗り越えたら、出口かもしれませんよ。そうだよ姉様、頑張ろうよ。指が振りそう。疲れた。今度こそ逃げ切って。あれ？おい、デミリアどうしたんだ？神は言っている。ここぜし。パスワードなんだったっけ？ダメだこりゃ。ちょっと、深呼吸よ、深呼吸。はい、吸ってー、吸ってー、吸ってー。吸ってー。お前吸ってばかりじゃねえか。ほらレミリアさんが酸欠ですよ。すっきりしたわ。あの状況で。よし、今度こそ逃げ切ってみせるわよ。頑張ってくださいね。期待を素で見てますから。なんか一言多い全部ね。まあ、ぶっちゃけ出てくるアルファベットの順番さえ覚えや、なんとかなるだろうよ。それがそううまくいかないのよね。焦っちゃうからかしら。そうだね、この状況でこの BGM だし。これだけやられたから、順番は結構覚えたわよ。きっとこの先は出口だと思いますよ。たとえ出口じゃなくても、この通路はそんなに長くないはず。キー、だんだん近づいてくる。気をしっかり持って、落ち着けよ、レミリア。よし、これで出られるかしら？鍵をかけますか？鍵をかけセット。ひー。
赤顔からは逃げ切ったが、今度はなんだ？誰かいるの？アンドウ？どこかに隠れてるのでしょうか？お前か。え、脱出したんじゃ？いや、逃走途中にブログ書いてたら、鍵の入った箱落として。アホだろ。このままじゃ出られない。あ。これか？それですー。5本？礼を言う。あらやだ、意外と抜けてるのね、安藤博士って。キャラ変わってますもんね。結局何の鍵だったんだ？出口の鍵だ。アホだろ。アホだな。アホでしょう。アホだね。超絶アホね。すみません。とりあえず出口へ向かうぞ。おお、安藤が仲間になったぞ。RPG のパーティーみたいね。赤顔から逃げ切ったらもうゴールかと思いましたが、まだ続くんですね。そうみたいだね。セーブするところもあるし、まだ遊べるみたい。よし、セーブしたら、安藤と一緒に出口を目指すわよ。うわわわ、このタイミングで来るのかぁ。そんな、まだ心の準備ってものができていないわ。安藤博士は手伝ってくれないのでしょうか？後ろからついてきてるだけだな。っていうか、手伝ってくれたらそこクリアできるんじゃ？お前、やられすぎだろ。いやもうだんだんと、わけわからなくなるものなのよ。潔くやられていってますから、逆に見ていて楽しいです。長すぎでしょこれ。今度こそ、決着をつけてやるわ。ああ、確実に出口に近づいていってるからな。そうだよ姉様、もう一息だよ。安藤博士がいるんだから、この扉のロック博士が外してよ。まあでも、後ろにいるんだから、追いついた赤顔に食われるのは安藤だな。安藤をおとりにして逃げる作戦かよ。よし、きっとここが最後よ。あともう少し、ファイトです、エミリアさん。まだ赤顔は追いついてないな。これならいけるぞ。今度こそ逃げ切ってやるんだから。奥の扉が見えてきたよ。よし。近い、近いです。あ、あれは出口。そのまま行くんだ。施設からの脱出に成功した。やったわ、無事に出られたのね。佐藤はかわいそうだったけど、なんとか逃げ切れたね。安藤も無事でしたしね。結局なぜあの怪物が脱走したのかは不明だ。後で駆けつけた警察の話によると、あの施設には何もいなかった。と言われ、俺と安藤の話は信じてもらえなかった。結局何もわからないことだらけだったが、一つだけ確信していることがある。確信って何のことだろう。結果悪いの全部安藤じゃねえ。ブログ書きまくり安藤かよ。元はといえばあいつが実験とか言うからこうなったわけだし。安藤博士のせいにしときましょ。ってことで無事クリア。面白いゲームだったわね。主人公たちの会話も、ちょっとくすって笑えるし、シュールなところも面白かったね。赤顔は2もあるみたいだから、いつかやってみたいな。またいつか実況できればいいなと思います。